こんにちは、おかチャンネルのかちゃんです。今回は不要になったものをメンテナンスして、サブチャンネルがもう少しで1000人になりそうなので、そのプレゼント企画の商品を作ろうかと考えています。プレゼントでチャンネル登録を強要したら規約違反でバンされるので、プレゼント開始時に登録している方限定です。とは言いつつ、ただ単に買ったけど置き場所に困っているだけなんですけどね。それで今回メンテナンスするのは、今はなき PC ネットで購入していたパナソニックのレッツノートをメンテナンスというか分解清掃をします。買った時に貼られていたシールにダメと分かりやすく貼られていました。ダメと書かれているので多分ダメなんでしょう。液晶を開くとこのようになっていて、汚れと黄ばみが目立ちます。購入していた本体の型番は CF-NQ で、2010年発売の古い本体になっています。この本体の詳細は、 CPU が Core i5-560M、 メモリーが 2GB、 ハードディスクと OS はなしです。備考欄には起動かと書かれています。2年前に購入した時の価格は4000円です。2年前でも微妙に高いですよね。 CPU は初代 Core i シリーズの CPU です。 Core 2 Duo よりは良いですが、現行の CPU と比べたら性能と発熱がやばいかもしれません。メモリーは新品時が 4GB なので、 2GB のメモリーが外されているようです。 2GB ぐらい外さないでつけておいてくれてもいいと思うんですけどね。キーボードは黄ばんでいて、ファームレストも黄色い汚れが付着しています。外装のダメージもあり、ベゼルというか液晶の枠の右側が割れていて、接着剤で補修した跡があります。本体右側にも割れがあります。動作には支障がないので、これはこのままにします。他の損傷は、バッテリーを外した横にハードディスクを収納するスペースがありますが、ここの蓋も破損しています。ビスと蓋の一部が残っているので、外した人が外し方がわからなく力ずくで、おりゃーバキッシャーって感じで外したんでしょう。ついでについているポート類を見てみます。まず正面にはマイク入力、ヘッドホン出力、無線 LAN のスイッチ、バッテリーのランプ、電源スイッチがあります。左側面には USB2.0 が2ポート、 HDMI 出力、 CPU ファンの冷却用の穴、電源入力、有線 LAN、 モデムポートがあります。右側面にはケンジントンロックの穴とアナログ RGB 出力、 USB2.0 が1ポート、 PC カードスロット、 SD カードスロットがあります。パームレスト部分には指紋認証がついていて、各種ランプはトラックパッド上部にあります。このモデルは光学ドライブ非搭載です。ハードディスクが力技で外されているので、安物 SSD でテストします。というかテストしていました。プレゼントする時もこの 120GB SSD をつけて、 OS もインストールした状態でプレゼントします。 OS は Windows 10 Pro 64bit 版です。 SSD の容量はネットサーフィンや動画視聴くらいなら十分足りる容量です。装着している時にテープを貼っていますが、これをやらないと外す時に引き出せなくなります。電源ボタンは接触が悪いのか、電源が入らない時があります。これからやる分解の時に清掃して入りやすくはなっていますが、また同じ症状になる場合があります。その場合は電源ボタンを何回もスライドさせると接触が良くなる時があるので、試してみてください。事前のテストでは一通り動作していて、指紋認証も正常に動作しています。当然ですが、登録していない指紋では映像のように弾かれます。 BIOS を見てみると、シールの表記通りになっていました。分解清掃する前に CPU のベンチマークを見てみます。アイドルジェの CPU 温度を見てみると約50度前後です。今回はシネベンチ R15 のみでテストします。 Core i シリーズとはいえ世代が古いので、 OpenGL はカクカクですね。ゲームは無理です。 CPU のマルチはまあまあな速度です。速すぎず遅すぎずって感じです。シングルは遅いので飛ばします。結果は OpenGL が 1.42fps、 CPU のマルチが 171CB、 シングルが 80CB でした。 CPU の性能はこれくらいあればネットサーフィン、動画視聴、オフィス用途ぐらいなら普通に使えます。最高負荷時の CPU 温度は88度でした。ノート PC では普通かもしれませんが、分解時に CPU グリスを塗り替えてどれだけ温度が下がるのかもチェックします。参考までに一緒につける SSD の情報も見てみます。一度使っている SSD なので、電源投入回数76回、使用時間が13時間となっていますが、ご了承ください。
この SSD の速度は読み込みが1秒間に 246MB、 書き込みが1秒間に 235MB でした。この本体は SATA 2なので、だいたい最大値ぐらいは出ています。それでは分解清掃をします。これはいつもと同じようにやりますと思いたかったのですが、後々後悔することになるんですけどね。やはりメモリは1枚抜かれていました。そしてなぜか下側のスロットは分解しないと発せられない構造になっています。底面についている PC カードスロットを外します。現在一般家庭で PC カードを使っている人はほとんどいないですよね。だけど外しても重さやサイズはほぼ変わらないので、組み立てるときには戻します。底面のビスをすべて外すのですが、ビスの長さやピッチが違い覚えることができないので、紙に目印を書いてあった場所に差し込んでおきます。こうすれば戻すときに楽です。キーボード上部についているビスも外します。別モデルで広角ドライブがついている場所の蓋を外そうとしているのですが、外せません。ネットで分解方法を調べると、なんと両面テープで固定しているキーボードを外さないと分解できない構造になっているとなっていました。ここで分解清掃するって言わなければよかったと後悔しています。もうここまで来たので分解続行です。バッテリー下にキーボード固定金具があるので、テープを剥がして金具を外します。あとは両面テープで固定されているキーボードを外すだけ外すだけなのですが、これまた強力に接着されているんですよね。プラスチックの定規を差し込んでもダメだったので、前回の動画で使用したホットエアを最低温度の100度に設定して温めながら外すことにしました。無事に外しているように見えますが、一点集中させてしまったようで4と5が熱で溶けてしまいました。後の動作チェックでは問題なく使用できているので、このまま再利用します。プレゼントなので文句は言われないでしょう、多分。プレートも変形したので、これだけは直しておきます。このモデルを設計した人は修理のことまで考えなかったんでしょうかね。それとも上司の指示で仕方なくこういう設計にしたとかでしょうか。メーカー修理ではキーボードが正常でも交換になってしまうんですかね。それはさておき、キーボードの下に隠れていたビスを外して、光学ドライブだったところの蓋を外します。パームレスト下の部分の部品は共通で、レンズに触れないでくださいという刻印がありました。あとは指紋認証やトラックパッドのフレキケーブルを切らないように外すと、本体上部が取り外せます。ここまで来たらもう少しです。無線 LAN カードや各種ケーブル類、バッテリー端子のビス1本外せばマザーボードが取り出せます。マザーボードはこのようにコンパクトです。下のスロットのメモリーはここまで分解しないと取り出すことができません。メモリーを外し、 CPU クーラーも外します。ファンコネクターも外し忘れないように注意します。新品時からなのかは分かりませんが、 CPU グリスはこのようにカチカチです。チップセット側はまだ弾力がありました。マザーボードに付着していた汚れは無水エタノールできれいにしておきました。古いグリスは拭いても取れなかったので、プラスチックのヘラで削り落としました。拭き取るとこのような刻印が出てきました。ちなみに CPU はソケットタイプではなく BGA タイプで、交換は難しいです。一通り分解が終わったので、 CPU ファンのメンテナンスをします。これも今まで通り羽を外して清掃し、オイルを差します。汚れはそれほど汚くはないですが、うっすらと付着しています。外装についている通気口はこのように汚いです。ヒートシンクも汚れが付着しています。スイッチレバーって言っていいのか分かりませんが、これも汚いので、いつもの超音波洗浄機できれいにします。この洗浄機はブラシが入らない場所もきれいになるので、ジャンク修理をやられている方は持っていて損はないです。
動画に出していますが、ドスパラの上海問屋で購入できます。映像は洗浄中の様子ですが、煙のように見えるのが汚れが剥がれ落ちている瞬間です。終わったら洗剤を水で流します。このように細かいところが簡単にきれいになります。水分を蒸発させるため1日乾燥させました。組み立てる前にファンの軸部分にオイルを刺します。今回もベルハンマーを使用しました。このオイルは長期間にわたり滑りが良くなり、一部のプラスチックやゴムにも安全に使用できます。値段は1本3000円しますが、それなりの性能はあります。ファンを組み立てたらパーツを戻すだけです。 CPU グリスはいつもの DX1 を使います。 CPU は普通に塗って、チップセット側は古いのが厚めに残っていたので新品も厚めに塗りました。ボトムケースに残っている細かいパーツは外さないで、エアダスターと無水エタノールで清掃しました。時間がなかったのでご了承ください。ケースはプラスチック製かと思っていたのですが、 MG と書かれているのでマグネシウムでできているようです。もしかしたら違う意味の MG なのかもしれませんが、このまま部品を戻しても良いのですが、電源スイッチと無線 LAN スイッチの動きがギシギシと渋くなっていたので、キーボードの軸部分に塗る潤滑剤を塗っておきました。この潤滑剤は乾燥させるとオイルのようにベタつくことはなく、しかもスムーズに動くようになるのでおすすめです。他のパーツも清掃しながら組み立てます。ちなみに完全には綺麗になっていないのでご了承ください。ここでファンの出口のパーツを付け忘れていますが、後で気づいて付けています。説明し忘れましたが、無線 LAN カードはインテル製です。ここで一度仮組み状態で動作チェックをします。キーボードの固定があれなので、やり直しがあったら面倒ですからね。一応今のところは全て正常に動いていますということなので、全て戻していきます。両面テープが手持ちでなかったので、各種テープ類は無水エタノールで粘着部分をきれいにして戻しただけです。多分大丈夫だと思いますが、気になる方は新品の両面テープを使い貼り直してください。キーボードの両面テープも再利用です。新品を使ったらまた分解が困難になりますからね。底面のビスも戻します。紙に挿しておく方式は、組み立てるときに長さやピッチを考えなくても良いのでおすすめです。キーボード固定金具も戻します。このシールも無水エタノールで拭いただけなので、剥がれたら両面テープで貼り直してください。メモリーはさすがに 2GB では少なすぎるので、余っている 2GB を増設して 4GB にしました。本当は 8GB にしてあげたかったのですが、 DDR3 のメモリーに余っているのは 2GB しかありませんでした。組み立て終わったら洗剤を使い、外装をきれいにしました。手垢かタバコのヤニか分かりませんが、結構きれいになりました。しつこい汚れや黄ばみは取れなかったので、そのままです。映像では CC ウォーターゴールドを塗っていますが、持ち運ぶノート PC には塗らない方が良いです。滑りやすくなるので、落としてしまう可能性が高くなります。今回は余計なおまけです。
仕上げに元のシールを貼って終わりです。いらんかったら剥がしてね。例のお試しシールにサインを入れておきました。サインは他にはない第1号です。2号以降はしばらくありません。最後に CPU グリスを塗り替えて変化があったのかチェックします。マルチは 171 から 180CB にアップして、シングルはなぜか 80CB から 71CB に落ちました。 CPU 温度はアイドル値が5度ほど下がって最大値は変わりませんでした。結果は微妙でしたが CPU グリスを塗り替えたのでしばらくは安心して使えると思います。参考までに YouTube は 1080p がギリギリ再生できる感じです。余裕がないので同時進行で作業する場合は画質を落とす必要があります。液晶の解像度が 1280×800 なので 720p で見るのが現実的ですね。発送するときはこの段ボールを使用して送ります。これの中に入っているタブレットはそのうち紹介します。1年前に買ったのですがこの段ボールに入れっぱなしで放置していました。精密機器を輸送するときによく使われているなかなか破れないつよつよのビニールで挟み込むタイプの段ボールです。 SSD での起動速度も測っておきます。早送りなしでご覧ください。電源を入れてから約20秒で起動します。これだけの速度なら普段使いなら問題ないですね。ちなみにバッテリーはおまけとしておいてください。古いので多分劣化しています。今回は思いつきでプレゼント企画用の PC を分解清掃しましたが作業が大変で少々後悔しました。当たった方が快適に使用してくれるのを願うだけです。ちなみにプレゼントはサブチャンネル用なのでこのチャンネルでは募集しません。多分 Twitter で募集する予定です。チャンネル登録を強要したらバンされるので募集時に登録している方限定にします。予定では動画公開直後すぐか翌日ぐらいから開始します。サブチャンネルとツイッターのリンクは説明欄にあります。応募条件も少し厳しめにしようかと考えています。どうしても転売して現金に買いたい人が少なからずいますからね。かといって難しいことはしないので安心してください。映像は OS を再インストールしている様子ですが最終設定の手前で中断して送る予定です。最終設定が終わってインターネットに接続すれば認証が終わってドライバーも自動で入り全ての機能が使えるはずです。もし違うストレージで使いたい場合は Windows 10のインストールメディアでインストールして Windows 10 Pro を選んでプロダクトキーはありませんを選択すれば同じようにできます。今後はプレゼント企画はしばらくしませんがパソコン関係の動画を不定期にアップしますので気になる方はチャンネル登録をお願いします。今回はプレゼント企画用のノート PC を分解清掃したけど大変だったという動画でした。